てしなく遠いだのになぜ歯を食いしばり君は行くのかそんなにしてまで出てよ。それでなりてえもんにしてやって、それで曲がったことしねえで生きていけりゃ同じだと思うんだ。片隅の幸せってやつでもよ。そうよね。しっかり子供育てて、それで平和なら幸せよね。じゃあ決めてくれるかよ。あらましでいいんだよ。あらましで。女泣かせるようなまねだけはしねえよ俺。ともかく太郎さんに話してもいいよな。じゃあどっかメモでも食いに行くか。俺ちょっぴり褒めてやるってんだ今日は。誰を？え？てめえをよ。とうとうこぎつけちゃったもんな。って人はやんな。あ、もう少し行こう。この先に目とんかつがあるんだよ。Thank you.
悪いのか、それとも俺が悪いのか、何もしないで生きてゆくなら、それはたやすいことだけど、この世に生んだお母さん、あなたの愛に包まれて、何も知らずに生きてゆくなら、それは優しいことだ。何にもせずに死んでゆく、俺にはそれが辛い。重く続く。なのになぜ歯を食いしばり、君は行くのか。今日が昨日と同じように流れていく中で、より大きな正義を保証していく力はあなたたち自身の体の中にしかない。生活に戻る前にあなた方はもう一遍我々の声を聞いてくれ。皆さんお元気で。若者